ご覧ください。彼こそプロボクシング89戦77勝 58KO 元 IBA 世界ヘビー級チャンピオンバタービーン。 K1 でご覧になったことがある方も多いですよね。早速ですが、まずは彼の試合から見ていきましょう。対戦相手は筋骨隆々ボディービルダーのようなパワーファイターのリー・モナコ選手。続いて登場するのが我らがバタービーン選手。モナコ選手と同じ競技の選手とは思えないおっぱいです。ブルブルと震えるお肉はまるで銭湯のお父さん。面白かませ犬ボクサーかと思わせる風貌ですが、表情は本物のボクサーですね。このギャップに理解が追いつきません。開始早々から一気に攻め込むバタービーン選手。左右のフックでいきなりダウンを奪います。このパワーにマジかよという表情のモナコ選手。そしてバタービーン選手の体型と表情のギャップがすごい。ここで両手を広げてお尻をフリフリ。バタービーン選手のパワーにビビって打ち合わないモナコ選手を挑発します。モナコ選手もフェイントを織り交ぜて打ち返しますが、バタービーン選手はそんな小細工が通用する相手ではありません。あっという間にコーナーまで追い詰めてしまいました。ぽっちゃり体型とは思えない鋭い飛び込みから頭を下げてパンチを振り回します。ここでモナコ選手2度目のダウン。モナコ選手もリングに上がるまではこんなことになるなんて思ってなかったのでしょう。バタービーン選手の圧力に防戦一方、かかってこいと両手を広げるバタービーン選手。そして決して下がらずに打ち合う姿に会場のボルテージが高まります。最後はモナコ選手の左にカウンターの右ストレート。テクニカルな一発で試合を終わらせました。圧勝ですね。体型を生かしたパワーだけではなくテクニックも見せたバタービーン選手。それもそのはずです。彼の出身はタフマンコンテスト。経験者不可、大きなグローブで殴り合うアマチュア大会を荒らし回っていた有名アマチュアボクサーなのです。経験者不可、大きなグローブの大会ってなんて思った方もいますよね。しかしこの大会出身の猛者は多いのです。怒涛のサモアンフック、マイキーモー、元 WBO ヘビー級チャンピオントミー・モリソン、UFC 殿堂入りファイターケンシャムロック。こんな化け物どもが素人時代に出場しているヤバい大会。そんなところで16度の優勝。見事バタービーン選手は大会を追い出されます。ちなみにバタービーンという名前の由来はこの頃の減量が由来です。辛く長い減量をすることとなったバタービーン選手。孤独で過酷な戦いの日々だったことでしょう。190キロから180キロへついに彼はやりきったのです。その時に大好きなジャンクフードを断ち、バタービーンという日本のインゲン豆みたいなもので減量をしていたことが由来です。バタービーンと聞いて大好きなジャンクフードの名前から名付けたのではないかと思ったのは私だけではないでしょう。ですが実はとても健康的な名前なのでした。そして大会を追い出された彼が新たに挑んだ世界がプロボクシングだったのです。続いての対戦相手はジャッキー・ビアード選手。彼は本物のエリートボクサーです。出場予定だったモスクワオリンピックはアメリカのボイコットによって出場できず、その夢は叶いませんでしたが、実績は本物。素人大会上がりのバタービーン選手とアマチュアエリートが激突します。ポヨンポヨンとお肉を揺らしながら入場するバタービーン選手。獰猛なファイトスタイルとのギャップが可愛いですね。対するビアード選手はヘラヘラと相手を舐め切った表情。このデブと遊んでやるかとでも言いたげなエリートらしさを見せています。ビアード選手は開始早々から腕を回して挑発してきます。それに見合う実績のあるビアード選手、早速ラッシュでバタービーン選手を追い詰めていきました。バタービーン選手も反撃しますが、悲しくなるほどのリーチ差です。どうしても攻撃の届かないバタービーン選手、ノーガードでビアード選手の攻撃を誘います。それに今度はビアード選手がここにパンチを打つんだよと自分の頭を刺して挑発。目まぐるしく挑発合戦で第1ラウンドが終わりました。ビアード選手は第1ラウンドでバタービーン選手のパワーをいなせたことに気を良くしたようです。華麗なステップでバタービーン選手をおちょくり始めます。ここに打つんだよおデブちゃんといったところでしょうか。これはちょっとふざけすぎたビアード選手。バタービーン選手の目が怒りに燃えていきます。肩じゃないよこっちだと顎を刺すビアード選手で第2ラウンド終了です。第3ラウンド、さあ怒りに燃えるバタービーン選手によるお仕置きタイムの始まりです。これまでのラウンドよりぐっと腰の入ったパンチを繰り出すバタービーン選手。徐々にパンチが当たり始めます。最後はふざけすぎてスタミナ切れのビアード選手に強烈な右フック。一撃でエリートボクサーを粉砕してしまいました。そしてパワーや体型だけでなくこの笑顔も人気の秘訣でしょう。ここで動画の途中ですが、
この動画がいいなと思った方は忘れないうちにチャンネル登録もお願いします。そんなバタービーン選手も世界タイトルを取り、ついに防衛戦です。1997年4月12日 IBA 世界スーパーヘビー級王者決定戦、挑戦者赤コーナーエド・ホーワイト。マイナー団体とはいえタイトル戦ともなると相手も大迫力です。対するチャンピオン我らがバタービーン、相変わらずのポヨポヨ感での登場です。なんというか全体的に丸っこいですよね。どう見ても KO の山を築き上げてきた剛腕ボクサーとは思えません。ガードを固めて左ジャブを打ち込むバタービーン選手、やはりタイトル戦ともなると仕上がりが良さそうです。この身長差の相手に果敢にワンツーと打ち込んでいます。ホワイト選手はリーチを生かした攻撃、そこにダッシュを仕掛けるバタービーン選手、一進一退の攻防です。しかし独特なパンチを繰り出すホワイト選手、こんな猫パンチではバタービーン選手は止められません。徐々にバタービーン選手が間合いを詰めていきます。ラッシュからちょっと足がもつれたところで第1ラウンド終了です。第2ラウンド準備運動が終わったバタービーン選手が本気になりました。低い体勢で頭を振りながらホワイト選手に迫ります。鋭いパンチに驚いたホワイト選手が下がっていきます。バタービーン選手は右フック、ふらついたところへさらに左フック、鬼気迫る表情で最初のダウンを奪いました。さらにふらつくホワイト選手に大きなフックを振り回し襲いかかります。最後は棒立ちのホワイト選手、怒涛のラッシュ、ロープの向こうまで吹き飛ばしてしまう圧巻の猛攻でした。続いての試合はピーター・マクリーニ、マイク・タイソンとの試合経験もある本物のヘビー級ボクサーとの一戦です。本気でボクシングをするバタービーン選手をお楽しみください。やはりこれまでの試合とは対戦相手の動きの質が違います。ですがそんなことはお構いなしにラッシュを見せるバタービーン選手、マクリーニー選手をロープに貼り付けにしてしまいました。超重量級のバタービーン選手のラッシュを逆に押し返していくマクリーニー選手、先ほどまでの対戦相手とのポテンシャルの違いを見せつけていきます。しかしバタービーン選手も負けていません。パワーだけでなく存分にボクシングテクニックを使います。フェイントから飛び込んでのワン、ツー、両手を広げてお尻を振っていた姿はここにはありません。カウンターで右ボディから左フック、体型を抜きにすればかなり本格的なボクシングです。この体型からのヒット&アウェー、華麗なボクシングを見せてくれます。ワン、ツー、スリー、フォー、めちゃくちゃ強い。最後はめった打ちです。これが 141kg の男の動きです。先ほどポヨポヨしてるとか言ってしまったの、謝りたい気持ちでいっぱいにされてしまうほどの衝撃 KO でした。さあ皆さんお待たせしました。アメリカで大人気だったバタービーン選手は活躍の場を日本へと移します。バタービーン選手を連れてきた谷川プロデューサー唯一の功績です。続いては K1 デビュー戦、ブンブン丸藤本雄介選手との一戦です。豚のように舞い豚のように刺す、いや私も思いつきましたが言い過ぎでしょう。しかし彼のことを知らない日本人からしたら、また谷川がふざけたやつ連れてきたなという印象でしたね。初見ではどう見てもふざけてるとしか思えません。これをふざけていると思わない人なんかいなかったでしょう。これまでとは違い、もちろんハイキックだってあります。ブンブン丸の異名から忘れがちですが、藤本選手はハイキックでの KO も多いファイターです。ボクサー相手に容赦なくハイキックを打ち込みます。さらにいつもとは違うサウスポーに構える藤本選手、初めてのキックボクシングとなるバタービーン選手にこれでもかと対策を用意しています。そんな藤本選手にアメリカのエンターテイナーが見せつけます。ノーガードで前進するバタービーン選手、軽いフェイントを混ぜながらのしのしとリングを歩きます。プレッシャーだけで藤本選手は大きく後退させられてしまいました。前に出ればものすごいプレッシャーです。これはスリップにも見えますが、藤本選手最初のダウン、どのパンチが当たったのか分かりませんがめちゃくちゃ効いてます。パンチが効いたというよりはバタービーン選手の剛腕で首を痛めたのかもしれませんね。藤本選手からすればもはや交通事故レベルの衝撃だったことでしょう。続いては剛腕マイク・ベルナルド選手との生き別れの兄弟対決です。裕福な環境で育てられたベルナルド選手と貧しい家庭に引き取られてしまったバタービーン選手、運命のいたずらによって、ごめんなさい、本当は生き別れの兄弟ではありません。ですがそれにしても似てますね。 K1 四天王の一角にバタービーン選手が挑みます。ベルナルド選手も顔負けの剛腕を振るうバタービーン選手、一発で会場からどよめきが起こります。ベルナルド選手のローキックにカウンターの右、ベルナルド選手が吹っ飛びます。
もう一度ローキックにカウンターの右。これは練習してきた動きでしょう。しかし相手はマイク・ベルナルド。付け焼き刃の練習では対策しきれていません。ここでたまらず最初のダウン。巻き添えに遭うベルナルド選手。さらに前蹴りからバックスピンキック。パンチに付き合う気のないベルナルド選手にバタービーン選手が吠えます。それでも一貫してローキックのベルナルド選手。ここで2度目のダウン。さらにローキックでダメージを与えるベルナルド選手。バタービーン選手は素晴らしいファイティングスピリット。気合で第1ラウンドを耐え抜きました。当時試合を見ていた女性や子供たちからはバタービーンを蹴らないでという声が上がっていましたね。それとは別に格闘技ライトファンからはパンチで打ち合えという声も上がっていました。もちろん剛腕対決と銘打たれていましたから殴り合いを見たかったのも事実です。しかし当時のベルナルド選手は勝ったり負けたりを繰り返していてもはや背水の陣。ここでバタービーン選手に負けるわけには絶対にいきませんでした。人生をかけたローキックと見るとベルナルド選手もかっこいいですね。足のダメージから手打ちのパンチになってしまうバタービーン選手ですが、会場からは大きなバタービーンコール。つい応援しちゃいたくなりますよね。そこにベルナルド選手はさらにローキック。ベルナルド選手にとって怖いのはバタービーン選手の飛び込みからのフックです。その発射台となる足さえ壊してしまえばあとは仕留めるだけでしょう。勝負と見るや一気にラッシュ。最後はハイキック。惜しくもベルナルド選手の足技の前に敗れてしまいました。続いてはジャパンの特攻隊長天田博美選手とのぶん殴り合いです。開始早々からぶん殴り合う両者。しかし驚くことにローキックを見せるバタービーン選手。すごい威力なのでしょうが、映像だとちょこんと伸びる足が可愛い一撃。天田選手もアマチュアボクシング出身です。目にも止まらぬジャブで攻撃。一撃の重さはやはりバタービーン選手。どっしりとしたボディが入ります。テクニカルなコンビネーションを見せる天田選手に吠えるバタービーン選手。天田選手は一発でもまともに当たれば致命傷です。距離を取りながら上手に戦い、第1ラウンド終了です。後ろ姿は北斗の拳のハート様そのものですね。第2ラウンドです。天田選手は絶対に一発ももらえません。打っては離れる天田選手に、止まって打ち合おうぜと雄たけびを上げるバタービーン選手。右手を上げて打ち合いを要求するバタービーン選手。完全にノーガードで打たせるバタービーン選手。ちまちま離れないで殴り合おうぜと気合を見せます。隙をついて左フック。ノーガードで笑いながら相手を追い詰めるのはホラー映画のよう。どんどん詰め寄ります。天田選手の打撃はクリーンヒットしていますが、バタービーン選手の圧倒的なタフネスぶりが凄まじい。普通なら試合が終わりそうな一発も全く気にしないバタービーン選手。天田選手がローばかり蹴るので、右ローの打ち終わりに自分の左方を差し出してこっちに打ってこいよとアピールします。いくらクリーンヒットしても平気に見えるバタービーン選手。天田選手がかわいそうになってきます。ここでかち上げで天田選手を吹っ飛ばすバタービーン選手。判定は間違いなく天田選手でしょうが、どっちが勝っているのかわからなくなるシーンで第2ラウンド終了です。このままじゃ判定負けのバタービーン選手は果敢に前に出ます。ここで後頭部に肘打ちをしてしまうバタービーン選手。可愛らしくお辞儀です。このおもちゃが出たら絶対買います。最後は激しい打ち合いとなります。判定はもちろん天田選手 3-0 で快勝です。しかし試合に負けて勝負に勝ったのはバタービーン選手でしょう。あれだけ打たせてノーガードのパフォーマンスまで見せています。こういった姿勢がエンターテイメントの本場アメリカで世界チャンピオンより人気のボクサーと言われるゆえんでしょう。当時の日本人ファイターに足りなかった部分です。最後は総合格闘技から1試合。2007年4月8日プライド34から暗黒大魔神ズール選手との一戦です。実は総合格闘技でも強いバタービーン選手。この試合までの成績は9勝3敗1引き分け。ほとんどの試合を1ラウンド KO で勝ち抜いています。このド派手な入場はマイク・タイソンでも井上尚弥でもありません。ボクシングの史上最強の4回戦ボーイがプライドの舞台に登場です。いかついひげを生やしていつものチャーミングさがありません。総合格闘技仕様での入場。ハリウッド映画に出てくるボディーガードのような風貌です。180cm 185kg のバタービーン選手、 200cm 185kg のズール選手、合計体重 370kg の試合とは思えないスピーディーな2人をお楽しみください。いきなりラッシュを仕掛けたのはズール選手。それを真っ向から迎え撃つバタービーン選手。男の戦いです。殴り合いならプロボクサーのバタービーン選手の方が一枚上手。
たまらず組みつくズール選手。ズール選手も負けていません。自分の土俵へ持ち込むべくパワーで強引にバタービーン選手を引き倒します。今でこそ名前を聞かなくなりましたが、ズール家はブラジルのエリート格闘一家です。ヒクソン・グレイシーと激闘を演じたレイ・ズールが有名ですね。総合格闘技の舞台で4回戦防衛なんかに負けるわけにはいきません。怪獣映画を見ているような大迫力で転がる2人。ここで上になったのはなんとバタービーン選手。しかもまさかのアームロック狙い。なんとか逃れるズール選手ですが、バタービーン選手の攻撃が続きました。総合格闘家のズール選手、顔負けの動きを見せるバタービーン選手。流れるような動きでズール選手を追い詰めます。冷徹な表情でパウンドを落とすバタービーン選手。可愛らしさのかけらもない戦慄のパウンドです。さらに膝、キックボクシングよりは総合格闘技の方が向いてそうですよね。ズール選手も下からバタービーン選手の腕を取りました。しかしバタービーン選手はこれをディフェンスするのではなく、膝蹴りとパウンドでズール選手にダメージを与えて脱出します。そしてパウンドを落としながら少しずつ上体をズール選手の右側へと動かしていきます。そこから鮮やかにアームロック、うまい。青木真也選手を彷彿とさせるいやらしいパウンドからの上体移動、そこからのアームロック。ズール選手の表情が苦痛に歪みます。ここでタップ。試合が終わればいつもの可愛いバタービーン選手です。最高の笑顔に癒されちゃいますね。いかがでしたでしょうか。この動画を最後まで見てくれたあなたは格闘技好きです。ぜひチャンネル登録をお願いします。格闘技好きな方と楽しいチャンネルを作っていきます。いいね、コメントもお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。